1個目の質問に行きたいんですけど、超早速ですね、はい、家庭の子育て方針と子供が通ってる園とかの方針に剥離があった場合にどうするべきと考えますか？本当にそれ悩ましい問題で、実はそれってご家庭の問題とかご家庭の価値観とかの話ではなくって、国全体の問題だと思ってるんですよ。僕は未だに待機児童問題っていうものが存在したままになっていて、特に関東圏、首都圏は。で、そうすると入る前からどう考えてもここ合わなそうだなっていうところも希望に書かないといけないじゃないですか。そうなんですよ。ってなるともうどうしようもないよねっていう、お父さんお母さんが何か考え方を変えるとかそういう問題ではなくって、保育園を選べないっていう根本的な問題から考えないとどうしようもないと思います。 ね、だって保育園側だっていやいやだって説明の時こうだって言いましたよねって、例えばうちの園はすごいもう泥だらけになって帰ってきますよって言ってて、でもそこどうかなって思ったけど近くにないからもうしょうがないと思って第8希望とかに帰ってそこになって、入った後になんでこんなに毎日泥だらけで帰ってくるんですかって保育園側も言われても困っちゃうじゃないですか。だからそれは本当保育園側が悪いわけでもお父さんお母さんたちが悪いわけでもなくて、もう国の仕組みとしての問題が大きいと思いますね、うん。コミュニケーションを園と取るときって本当は伝えたいことがあるけど、でも先生も忙しそう、やっぱり消毒したりとか元から忙しそうなのにね。お父さんお母さんたちとお話をちゃんとするっていうのもやっぱ業務だから、自分が忙しいから話せませんっていうのはそれは僕保育士側の対応として良くないと思いますね、うん。僕たちってやっぱりその子供を保育すればいいだけではなくて、お父さんお母さんとか、ね、近隣の方々とかそういった地域含めた連携っていうのがやっぱり重要なので、それはやっぱりね保育士指針にも明記されてることですから、どんなに忙しそうにしていたとしても一旦声かけるだけ声かけるのは絶対必要だと思いますね。例えばもう見るからにいや今日はあれ話せなさそうだなってあるじゃないですか。だけどどうしてもその先生に何か伝えたいことがあるんだったら、例えば主任の先生とか園長先生とかが、まあ、多分事務室とかにいらっしゃるはずなので、まあ、ちょっとその人にお話しするとかっていうのは全然受けてくれるはずです、ね。いや絶対行った方がいいと思う。で最終的にものクレームみたいになってドーンってなるぐらいだったら、なんなら保育士側もこまめに行ってくれた方がいいと思います。保育園登園ノート書くじゃないですか、はいはい、食事とか書くじゃないですか、うん、なんかあれを結構気にして、あやっぱりなんかこう変なものを書いちゃいけないみたいに考えてる方すごい多いって聞くんですけど、もっと冷凍食品とか使えばいいのにとは思う。もちろん手作りの方が美味しいものもあると思うんですけど、なんかあんまりそこ考えすぎなくていいのかなって。朝ごはんバナナしか食べてないんだけど、なんかもう1週間連続バナナとかになっちゃうとなんかダメなのかなって向こうが勝手に思って、なんか今日はお味噌汁と焼き魚ととかって、え何のお魚食べたのって聞いたらお魚食べてないとかって、え何食べたのって聞いたらバナナみたいな。でも本当にある栄養失調ってよっぽど何かそのネグレクトとかそういうことがない限りないじゃないですか。だから気にしなくていいと思いますね。